ロッキード L-2000 ロッキード L-2000 の想像図ロッキード L-2000 はかつてロッキード社が開発を進めていた超音速旅客機。風洞実験の様子実物大模型戒 -104SR-71 等豊富な軍用超音速機での経験を備えていたロッキード社は他社に先駆けて1956年から 超音速旅客機の研究に着手していた。計画は1963年6月5日に発表され、FAA によって1990年には500機の SST の市場が予想された。ボーイング、ロッキード、ノースアメリカンの3社が名乗りを上げた。ノースアメリカンの設計は間もなく却下されたがボーイングとロッキードの計画は続行された。その時点では、 ロッキード社の設計案が最も洗練されており、最大速度、座席数、空力性能において、ボーイング社の 733SST を凌駕していた。ロッキード社の SST は、単純と安全性に重点を置いた保守的な設計で、ロッキードは、可変翼設計がこの目的には適しているが、軍用機での豊富な経験から、重量課題であることを知っていたので固定翼の、 設計を進め、翼系は1962年にダブルデルタ翼に落ち着いた。初期のロッキードの設計では、カイマス -104 戦闘機で使用されたような、先細りの直線翼と空気力学的調整のために、デルタ型の先尾翼を備えた設計だった。デルタ翼が検討されたが、風洞実験の結果、不十分だった。1962年より、 ロッキードは、高校体格の主翼の4発揮でエンテ型を特徴と、する設計に落ち着いたものの、目標は絞り込まれたが、まだ最適とは言えず、1963年以降は、主翼の前円を延長することでエンテ翼を不要に、して、主翼をダブルデルタ型にした。これにより、胴体の形状が注意深く決められ、 圧力中心を制御する目的で超音速時の揚力を一部を前を強化することになった。エンジンは浴内からポットで点火されるようになった。客室は直径3.35メートルで横5列の座席配置だった。エンジンは当初の案ではプラットホイット 2JTF17 ターボジェットエンジンを翼後端に4機装備する仕様だった。 1966年6月には実物大の模型が完成した。この時点では L-2000 が優勢であった。L-2000 がライバルとして想定していたのはボーイング 733SST だったが最終審査の直前にボーイング社が革新的な設計のボーイング2707を発表した。これはロッキード社が早々と見切りをつけた。 可変式交代翼を備えており、開発費が高騰する要因だったが、進められた。1966年12月に審査で、ボーイング2707に敗れた。ありがとうございます。